はい、こんばんは。スタジオリバースでようこそ。今回ですね、オベーションアダマス、まあアコースティギター全般かなについての、オクターブチューニングについてお話したいと思います。こういうフレーズがありますね。今12フレット付近で、まあこうね、私は何を見ているかというと、チューニングのための、マイクがついたメーターを見てるんですね。開放弦と、12フレットのハーモニクス、基本的にこれで合わせれば、合うんです。例えば、こういったエレキギターは、ここのコマの部分を、ヘッド方向でね、リアの方向に動かすことで弦のね、早調、弦の端から端までの長さを調整することで、同じ音程でもどれだけのテンションがかかっているかを変化させるわけですね。長いものでいっぱい張るか、短いものでちょっと張るかの違いなんですね。それで途中の押さえたフレット、各フレット、よく楽器屋の店員さんがこうやって確かめてますね、一応一応。これクロマチックと言います。半音ずつ移動することをクロマチックと言います。ここで一音一音全部合ってるかを確認するんですが、合ってるギターというのはまずなかなか存在しません。なぜかというとですね、ここからここまでの貼ってあるものをフレットという、まあ、棒状のもので、割ってるんですね。これがですね、いくら厳密に合わせても実際のところはフレット音痴と呼ばれる、例えばこう弾いた時にジャズなんかだと、あのフレット音痴になりにくいようなチューニングをするんですね。あのバズトンフェバズフェイトンチューニングっていうね、まあ、割とそのジャジーな響き、もうこういうねとかっていう響きの時にちょっとだるい感じになるようなチューニングをするわけです。で、自分が何をプレイしたいかによってチューニング自体も変わってきます。厳密に言うと、で使うギターも当然変わってくるんですが、私の場合はこれオベーションアダマスを愛用しております。まあ、それは弾く曲とかによってクラは変えるんですが、で基本的に、私はほとんどの作業を、担当してくださってるね、店員さんでリペアマンの方にお願いしてます。ただですね、あの全てやってもらおうっていうのはちょっとまた別問題なんですね。このナット、こういったギブソン製品なんかに関してはもう全てお任せしてます。あの私がどうのこうのいうことは一切ありません。私より全然ね、お詳しいので何も言いません。はい、ただあの弾き方によってで微妙に変わるんですね。でこのオベーションに関してはもうネックがもうこうやって見るように教わったんですけど、こうやって見るんですけど、ネックがもう修復不可能なぐらいに反ってるんです。順反りというね、こうなってるんで、どうしてもあの上の方のフレットを弾いた時にがすごく高くなってるんでね。で、かといって下げてしまうと音が悪くなってしまうんですね。やっぱり弦高って高い、そこそこ高い方がやっぱり音がいいので、そんなにあの下げられないわけです。何をするかというと、あのここの部分のね、角度を変えるんです。はい、ちっちゃいヤスリを使って、ダイヤモンドヤスリで、結局山がありますね、ビトウィーンライオンみたいな、この山をこう移動していくわけです。こう、エレキギターでいう、
サドル部分のコマを移動するようにここについている部品のこういう刃の刃みたいなねこう白い部分、これはクラシックギターで普通にやることなんですけど、この部分の部品をヤスリで削っていきます。ほんの少しずつです。削りすぎちゃうとそれでもうピッチ狂っちゃって、いろいろ面倒なことになるんで、本当にちょっとずつちょっとずつ様子を見ながら削っていきます。で、ネックの処理というのは治らないものは治らないんですね。これもどうしても。なので、こういったね、マーク式のチューナーをここにジャックが刺すとこがあるんで、ジャックで刺した方がよりね精密に調べられるんで、これはさすがにクリップ式チューナーでは合わせません。皆さんね、もしお持ちのギター、オクターブチューニングを食ってなんかチューニング音痴になってるなと感じたら、専門のねスタッフのいる、黒澤明さん、などに持ち込んで買ったお店にね持っていくと、きちっとねオクターブチューニング合わせてくれますって。なんですが、日本には四季がございますので、もう気温がですね、極端な話一度変わっただけでもうギターの状態って変わるんです。人間の体温で一度違ったらもう大事じゃないですか。36度と35度だったらこれもう大事でしょ。37度になったら微熱ですよね。もうギターさんもそうなんですよ。自分で体温を走ってるわけじゃないんでね。なのでもう朝起きて、気温と湿度を見て、あ、ギターさん今日どうかなってこうどうって様子を見てあげるとこから始まるわけですね。で、今だと初夏なので、若干湿度は下がってきてるんですが、6月の時点ではかなりすごいいろんなことが起こっちゃうんです。ネックは反っちゃうし、弦はすぐダメになっちゃうし、じゃあその状態の時に何か、ギターの調整をするかっていうと、これしないべきなんです。なぜかというと、梅雨の時期はそんなに長くないです。はい、で日本の湿度はそこまでめちゃくちゃ、高くもならないので、特に冬なんですね、問題になるのはね。すごく乾燥するんで、この指板のところに、ね、保湿剤みたいなものを塗ったりするんですが、とにかく日本の場合は四季を通じて、いろんな温度変化があるんで、ギターさんにとっては辛い国だと思ってください。はい、そんな国でね、暮らしていく、いわゆるに外国から来たアダマスさん、欧米少女だと、アメリカですね、ギターだったら、ギブソンだったらアメリカ、フェンダーだったらアメリカ、アイバニーズさんだと日本製なんで、かなり日本の気候に合ってますし、世界中どこ行っても全然 OK な素晴らしいギターだと思います。お世話になってます、アイバニーズさん。ということでですね、今回は、このアコースティックギターというのはちょっとややこしいところがあったりします。簡単にね、ここまでこうドライバーで回せないんで、私自身の責任においてこれはやらないと、いけないことなので、ほんの少しずつですが、もうね、7月も後半なんでだいぶ安定してきたので、もうネックの方も戻らないので諦めてですね、これに合わせて、調整を進めております。だいぶ合ってきました。はい、だいぶね、ハイポジションでも、ピッチの狂いがなくなってきたので、何か、もしわからないことがあって、ご相談がありましたら、メールなりなどでご連絡いただければ、ご相談には乗れますが、実際の作業はですね、お買い求めになった楽器屋さんに持ち込む方がよろしいと思います。私のように自分でですね、ガリ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 と始まると失敗する確率が高いです。私も何本も壊しました、ギターを。そのたびにわーって泣きながらですね、リペアマンの方のもとへ楽器を持って走っていって直してもらった経験があります。はい、ギターとはそんなもんです。ギターさんとの付き合いはね、長いお付き合いになるので、ぜひね、可愛がってあげてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。